なかなかやらってくれますな、これのゲーム。サンズの川の長さ、プレイオプションから変更できる。え、どういう、そんな長さって何？長くなるとどうなるのよ。わからない。あスリラムとマーケンシの、なんか始まったよ。あ、なにこれ。え、三輪明宏？いや、違うの。三輪さん？夢落ちじゃないか。はい、ということで、違うしてた今の後ろだよ。スのキレが半端なかった。何？もうクリア。あですよね。ドレッドアウト。ドレッドアウト。はい、ということで、お疲れ様でございましたね。いやあ、痛い。いや、みんな待たせたな。主人公のオロナ。先生、本当にこの道でいいんですか？そのはずだけど、急に道があるかとはね。ひどいな、俺たちの通学のそっくりで。どんだけひどい道走ってんねん。あぶねえ、いって、あっちゃえ、首が。わざとですね。Hey, watch out! おー、あれ。What is it now? そして、全員が見たものとは。てててん。出ようとして押さえただろ。完全に切られてるだろ、あいつ。あいつな、お調子者な。いや、道崩れてますよ。ああ、こっからかい。おお、今早速スマホを取り出してね。あ、こいつ、あ、こいつ絶対性格悪いわ。ミカみたいな。何が違うかよ、ミカ性格悪くないよ。こんなところに橋があるなんて困ったわね。先生、今の困った心境。はい、ポーズ。先生、無視しないでくれます？ちょっと待ってね、シェリー。私たちの町はそう遠くないはずで、もうここは痛い。サイレントヒルってますな。どうなんだ。どうするんです？怖っ。左折するべきだったんですよ。交差点を右に行って直線しましたよね。あんたのせいだ。道が違ったのか。うん、黙ってて。お前もね。何してちょっと、みんな落ち着いて。落ち着いた顔を配信。超カメラ目線。行かれてるぜ。あそこにはどうやって行くんだ？え、どう？ガラン奥の方ね。ああ、全然見えないけどね。E ボタンが今出たよ。出たね。ん？ん？Still, where exactly are we? 本当にここはどこなのかしら。ああ、話しかけられるのか。あ、どうした？マヌケズラ。ひどいな。こんなにでかい橋が崩れるなんて。今ちゃんと君が押した。君が押したね。ドヤ顔してた。It's kind of like a horror movie, isn't it? 生意気な女が殺されるんだ。ああ、こいつかな。Just like you, Sally. おお。Better be careful. お前みたいな。はあ、やめてよ。もし死んだらバケで出てやるから。I die, I'm totally going to haunt you. Well, as long as the ghost looks like you, I won't be complaining. 本当に幽霊になっちゃったし。いい加減にして。確かに気の強そうな女性ですね。もうどうするのよ。私、もう早く帰りたいんだけど。この子。さっきの子でしょ？ねえ。ヘイレン。ねえ、リンダ。なんだよ。あ、いいね。ああ、眠い。あ、あ、後で高く売りつけてよ。私を撮って。あ、撮ってって言ってるよ、ほら。ほら、そうだ。はいよ。今、ベストポーズ。はいよ。あー、とてもいい。あー、素晴らしい。あー、素晴らしい。はい、5000円です。撮影料5000円です。口笛吹いてるわ。皆さん、夜に口笛を吹くと蛇が来ますからね。気をつけてください。気をつけてください。うん、どうすんだろうな、あと。ちょっと待てよ。なんだ？正面か。たらたらたら、うん、うん、あ、たったら、何、何、何すんの？
何すんの？おなんだこれは。うん、いや今すごいぞ。今木から歯を一本一本つないで、ああ、つないで橋をかけてやるからな。おめえそれやったらすごいわ。今から俺がこの木たちをな、ここいい感じに結んでだ。よっしゃって、うん、何をしてるんだお前。何、え、なんかしてんの、うん、ああ。あえこっちこっち。おう、あ、取れる。おお、道があるね。来ちゃったよ。早く来ないと。先生、待ってよ。怖いんだけど、ちょっと。怖いね。完全にまたあくびしてるから、相当眠いんだな。うん、みんな退屈なんですね。あ、下に行ける。いや、もう昼間でしたらね、全然何も、なんだこう怖いものはなんです。いざとなったら、あの男二人をね、生贄に、供物として。ちょっと、何かあったら私の責任なのよ。ふぅ、クソガキども。先生、恩賞出てるよ。じゃあ、私も行きまーす。ねえねえ、どんな気持ち？ねえ、今こうやってこう歩く羽目になってどんな気持ち？どんな気持ち？性格悪いのお前だろうが。おっ、うわ、どこまで行くの？おっ、もう完全にこの前二人は見失うパターンな気がするな。いや、完全に行っちゃってますね、向こうに。お、なんかあるよ。橋渡れたじゃん。おお。お、来た来た。いやでも、車が全部すんごいことになってるけどね。これなんだ、シャチホコか。シャチホコってクジラの尻尾じゃない？これ前から見ると、あ、全然違うわ。あ、なんなのこれ。インドネシアとかだと多分ガルーダとかその辺かな。こんなんなの。うん、まあ神様だからね。おお、多分そうだと思いますよ。君はそんなに言うなら私が調べてあげる。調べてください。セラマット、ダタンゴ、ダタングリ、はいはい、それガルーダ航空ですね。でもガルーダ航空はあれですからね、あ、これそう霊長ガルーダですね。霊長ガルーダね、あの神様の使いながらガルーダ、うん、終わりにはちょっと顔怖いんじゃないの、あのガルーダの顔。あ、そうですか、うん、あ、でも これね、そうですね、あ、これね、いや全然違うだろう。あれ怖すぎるでしょ、だってそうでしょ、これほら口のところ。いやいやいや、女神転生とか出てくるガルーダこんなだからね。メガテンという話をしてないわけですよ。メガテンは基本的にちょっと違うでしょう。はい、まあでも、はい、はい、わかりました。はい、で、上に書いてあるのはセラマイダイアンギティ、セラマットダタン、ダタンディ、ダタンディ、ダタンディ、うーん、オッケー。お、目標更新だってことだ。いや、もうバイクとか全部なんかもうこうボロボロだけどね。なんか動き、いや、あのロボットダンスの練習してるから私。なるほど、ほら見て、なるほど、見てこれ、なるほど、ほらロボットみたいでしょ。なるほど、すごいよそれ、ロボットみたいで、それすごい、それすごいと思うよ。カメラで撮ってる時、ほら見て、ムービーで撮ってる今これ。撮ってる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 、ほら、あー撮ってる撮ってる、あー撮ってる撮ってる、あー撮ってる撮ってる、あーもう、いや、ほらもう一度、はーい、今私、あー、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、おかしいだろ。あ、もう行っちゃった向こう。おかしいなぁ、ほらなんだけどなぁ。これみんな、いや、もう全長現れてんじゃないのか、夢のね。ねえ、こんな場所にあるなんてって、もう皆さん、あ、いや、そんなことないな、そんなことはない、しかも俺を避けていく、避けていく、避けていく、
で？で？あ、走ってきた、走ってきた。走ってきた、走ってきたけど？あ、本来ならその動作をする、ほら、取ってとか言ってたから。全長出てますね、彼女ね。ちょっと出てますね。出てますね。ほら。だってほら、もう主人公の顔が大丈夫かなこの人みたいな顔になって絶対おかしいぞみたいな卒業旅行がなんかなのかなあ？あれ？どうした？いや今え今ムーンウォークをしてたような気がする。そうだ気のせいかな気のせいだ気のせいかな片足だけでスーッちょっと浮いてる感があるけどねスーッって言ったけどあ、今撮っときゃよかったなぁ。いや、ちょっと写真がないと信じられない。あー、なるほどね。じゃあ次はちょっと収めるわ。うん、無理か。男子早いですね。男子は早いね、本当にね。ちょっと待ってよ。マジかよ。ガソリンがたったの7セント。安っ。信じられない。こんな間違い入ってになるなんて。政府は何をやってるんだ。この街だけ違うと思うびっくりしたあなたいつの間にかちょっと怖いあの子他は何ですかねあそこ止まっちゃいましたけどもう一人どこ行ったあいつ大仏様のやつそうねうん大仏のやつって顔が大仏っていうかなんかミスターシャカみたいなこうDJ シャカみたいな DJ シャカってなんだよYo, 極楽浄土 YO! つってナムアミダブス、ナムアミダブスバチ当たんないからこの人ナムヤホーレみたいなあれいないよ、本当になくなっちゃったな、これやばいパターンじゃないのいや、マジでいねえぞどうして廃墟になったのかしらこの子はずっと私についてくるのねうんまあ、先生に話せばいいのかなあれいや、まあ、あの用がないんだから話しかけないでもらいたいあーすいませんあー眠いんかい結局はっじゃあもう先に進んじゃっていいんだろうな多分なあいつを探しに行かないとそうだな、うん、はぐれてしまったいやマジでいないよねあーいないね廃墟って感じかなんかそのまま人だけ蒸発したらここで高額ゲームやったら盛り上がるぜ何言ってんの心霊写真も撮れるかもないやもうここに違うからほら私左足ストレッチなんで、どこに行きゃいいんだこれ相当広いぞこれ広いね中公園かなオープンワールドオープンワールドだとまさかのまさかのまさかのこっからオンラインモードになりますってみんなでこう探索をしてこう謎を解きましょうみたいなあなんか右上のセーブデータが更新されてるから間違ってないんだよまあまあまあ間違ってないんだな中水没してないなんかまあ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 あのコンクリートからこう草が生えちゃってるのかなあそうかうんああ、こっちはいけないね。こちらはかなりですね。ああ、行き止まりか。どこに向かってるの？さすがにそんなよくわからない行動をすると君も疑われてしまうよ。戻るか。右側？右側。おいんじゃ。あ、いいえ、いいえ、いいえ、DJ、DJ。ああ、さ、右の建物でっていう話？ああ、なるほど。DJ シャカ。いるね。いるね。見て、大きな学校。お、決まってた、今。ちょっと、もうちょっと左側か。ああ、おでこにちょっと。そうね。もうちょっと、そう、ああ、いい角度、そうそうそう。もうちょっと後ろ下がって、彼が。ああ、そこそこ。いやーもうこのインドネシアのヒップホップシーンをこうぜひ貫いていただきたいおうおう
あのベンチ小学校にあったらすごいね。Like the one we used to hang out on in elementary school. Let's sit there for a bit. ちょっと休みましょうよ。Reminds me of the first time we met. 初めて会った時のことを思い出すわね。You still remember, don't you? 覚えてないよ。Oh, I see. ガールズトークってやつか。Hey, guys! 中を見てみるけど、一緒に行くよ。行かねえよ。おお、なに急に。おお、いいね。Okay, you're lost. これで写真台はチャラね。Hey, where are you guys running off to?ちょっと勝手に行こう。帰る。Where are we going now? I so need a massage. マッサージに行きたいな。Yeah. I remember the weather was cloudy. Just like this. Our ride never showed up. We clicked right away, didn't we? すぐに意気投合したっけ。We clicked right away, didn't we? そうだったでしょ。Do you remember when we used to be in Girl Scouts together?スカウト、ガールスカウト、ガールスカウトによろしくないの意味があるから。He disguised himself as a pochong. I was so freaked out, but you weren't even phased, and you threw a rock at him. 先生に石投げてたのあなた。It was more like the size of a boulder. まあ悪ガキですから。Come to think of it, you were always kind of like my personal bodyguard. ね。But for free though, right, sis?ただでってなんだいつも金込むの。Hey, I haven't called you sis in a long time. お姉ちゃんって呼ぶの久しぶりね。どういうことだ。どういうことだ。でなんで夜になるんだ。いやまあ。え？びっくりした。どういつまでガールズトークしてるのよあなた。ちょっと遅いんだよ。確かめた方がいいかも。いつまでいるのよ。学校の中に暗っこんな赤いやろ形…片足立ちストレッチはぁ最後こわみんな大丈夫なの。いやダメだろこんな。てかあなたたちもこんな真夜中になるまで何を…何ガールズトークしてたの。あ、出てきた。やれやれ、ちょっとだけひどくツアーだったな。一人ねえよ。What the? It's already dark out? How long were we in there anyway? いや、なお気づけよ。It is getting late. 気づけ。Okay, kids, gather round. It's time to head back. いなくない、ほら、一人いないよ。Hey, where's Yayan? 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 Ah, crap. Where the heck did he run off to now?俺が探しに行ってくるぜ。ああもうこういう時男子って本当バカ。探しに行ってくるぜ。探しに行かなきゃいけないんだよねこれね。今探してるぜ。え何？やめろ。自分だけ見るとこ違うのやめろ。えい。ヤヤンどこだ？ヤヤン。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 あれ？なんかおかしくない？後ろの。Try calling his phone. I'm trying to right now, Miss Sista. 左先生、後ろ、後ろ。そういうあれだよ、校長先生みたいな。やや。うそ。それがシャカさんのほら、ご先祖。ああ。おい、大丈夫やばいぞ、おい。おお前だったのか。お前だったのね。第二ラウンドスタート。走りすぎるとスタミナが回復するまで時間が。スタミナあるんだな。あるんだね。意外と逃げるのが意外と気にせず走り回ってたけどな。じゃあステージ2ですか。ほう。ほう。気がつくと誰も。気がつくといない。走っても誰も開かない。かけて。いやーやだ。おお携帯落ちてない。携帯落ちてるね。また携帯が落ちてるね。あれね。あれ？あれ？気のせいだったかな。いやいやいや。なんか縁があるよ。
卒業証書。学長かなんかか。いかにも広いそうで広いなかった。うん。小回りが飛んでますね。小回りが飛んであるね。なんだこれ。まあ多分ほら。何か縛りつけられてますね。蛇が？蛇が2人の女神に。あ、蛇か。あ、3人か。3人の女神に縛りつけられてる。これか、さっき見えた。さっきのこれだね。どう考えてもいい感じで心霊写真にしか見えなかったけどな。いやー、今見ても怖いけどね。ちょっとこう。もうびっくりした。何個あるの？何個あるの？こう何人兄弟でやってたの？スタミナあるみたいなんでね。ええ、なるべく、まあ、スタミナ回復ついでにこう調べるっていうのでいいんじゃないでしょうかね。まあそうだね、ええ、はあ、すごい。え、何これ。こか、うわ、なんつうの、なになになに、今ちょっとビビったんだけど。なんでちょっと怒り気味で。なになに、今ちょっとビビったんだけど。みんな助けてって言ってるよ。助けに行かなきゃ。いやいや、開かないんだよ。上じゃないかな、声の出所。ちょっともう、ちょっとちょっと皆さん、あの今光を頼るってことは何かできるんじゃないですか、ね、できる、何ができる、なんだなんだ、これか。そこっぽいな。しかしそのドアは絶対開かないと思うんだよな。押しても何も反応しない。もはや何も反応しない。お、目標更新。あれ、メニューからノットを見て。どういうわけか、出口の扉がない。でも外に出るにはあそこを通るしかない。みんないなくなってしまった。少年の扉も開かない。でもどこかに出口があるはず。この街はずいぶん前から廃墟になってるみたい。幹線道路をつなぐ橋も落ちていた。他のみんなは街を探索したがってるみたいだけど。どジャーナルないけど、ゴーストペディア。何それ、合わせると何もないな。何もない。もういいや。え、コウモリをしゃ撃者しこいける。ああ、いや、ダメだ。とりあえず上行ってみるか。まあまあまあ、とりあえず上か。あ、しかし随分と立派なお屋敷というか学校ですね。こんな螺旋階段状の。セコラフアトムレペペペンジャラペンジャラペンジャラ。すごいけどね、学校とは思えない頑丈さ。どちらかどちらかっていうと監獄みたいになってるけどな。ん？ん？ん？今なんか、いやいや、まあどちらかというと学校じゃなくてなんか交換。違う。え？今何か見えたような、右端に。その嘘だよ。そっちの奥、右端。嘘だよ。ああ、でも今ちょこっとあったのと同じようなもの。下が、あ？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 いや？何もないよ。その角は？角？右角は？こっちの？左の、その奥下。これですか？ゴミか。ゴミだね。血に見えたぜ。おう。まあ何もないね。何もないね。向こう側か。こっちから行きまして。あ、いや、いけないな。はあ。またあれか？で、そっちの今度奥、下行ってないから、そうそう、まっすぐ行って。こっちの方とか、なんか。なんだこれ。トロフィー。アンド？なんだ？なんだこれ。ブラックシルク。まあ、黒い布。はあ、なんだこれ。マップじゃないか。ああ、うわ、ハングマンフリークって書いてある。あ、本当だ。なんなのここの施設は。
本当に。ここもちっちゃい頃さ、ね、英語のクラスにいてハムやるけどさ、普通に考えて3回とか5回、まあ、どんどん1本ずつ書き出していくんだけど、はいはいはい、残酷なそうだ、ね、ゲームだなっていうのはそうだ、ね、今に思うけど、そこ飽きそうじゃない。あんまりね、多分ね、どうなの、みんなやんないんじゃないかな。俺はほら、なんつうの、普通に国際幼稚園だったりするとやるからさ、うん、そうだね、やっぱそこら辺は。おお、あ、やんなよっか、やんなよっか、はははん、それが落ちたら大変だ。はプライベートナンバー、リン、リンダー、リンダー、あーお、ロク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 、いやいや壊れてるよ、やんなよっか。いや、すぐに後ろチェックするんだ。待ってから、いや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 、ちょっと待てちょっとお前何してんだ。なんだ、なんかいるぞ。は、今後ろにいたぜ。嘘つけ、照らしてるとなんか出てるじゃないか。なんだその赤いのは。なんだこれ、あ、なに、え、なにこれ、うわー、なにこれ、ちょっと、なんだこれ。あ、いや待て、ん、答えがいねえか、ほんと怖っ、怖っ、うわ、世界みたいになってんだよこれ。ほら、ほんとだ、とりあえず先に行くしかない。やだ、あかん、ない、前行くしかないだろ。いやー、これ見ながら行くしかねえな。中に見えるのが怖いな。いやーやだね、前あ、行き止まりじゃないか。あ、なんか超速い、ちょっと待ってって速えって。あれは速えな。どっから来んだあれ、どっから来る。いやでも学校だな、教室だもんなあれ。いや怖えなこれ。高いってことは近い。そうだね、危険フェーズだね。奴らの襲撃に備えろ。おお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 お、何あれ、豚ちゃん、あ、帰ってった。ゴーストペディア更新、ちょっと見てみよう。おお、ば、ば、な、な、ば、バビンベット、バビン、バビンベベット、右下に詳細がある。はあ、富を得るために黒魔術を使った者が変身した姿、豚の姿をしているときは近くの裕福な家から金品を吸い取ることができるその状態の方がこうなんかできるわけ、能力が。そうだね、バビムエベット、まあ、ちゃんと図鑑があるんです ね、 あるね。向こうの多分もしかしたらそういうインドネシアでの、そうだね、あ、いるんだよな、ほらあそこ早いのな、奥見えるんだよな。ん、なんだこの辺、なんか気のせいか、あ、少しだけだ、少しだけちょっと反応してる。やべえぞ、今までないスピードだからな、うん、あれ徘徊してるよね。大丈夫なのこれ、やべえな、うわー怖えー。俺は今なんか泣いてる。嘘だよ、そしてトイレの中で何か泣いてるね。開いちゃう、開いちゃうのやるね、なんでそういうところで交代する早く行きなさい。いやー、いやもうね、こういうのはね、こういうのはね、もう奥から行くんですよ。手前からバーン、やったこれね、あなたね、これね、これ
怖えぜこれ。ラストだなこれな。来るぞ。あれ意外にも入ってくるか。おちょっと怖いこと言うなよお前。怖いこと言うなよ。入ってくるだろこれ。これはっ豚ちゃん。あやべ。いやここやべえじゃん。ここまで入ってこれないだろ。あーびっくりした。豚ちゃんあれなんだね、倒せるってよりは一時的に撃退するぐらいしかないんだな、あれな。あれどこ行った。どこ行った。やだよ俺こっから先出てきたくねえよ。出るのきついな。これやだよこれ。こういうのはこうカッティングパイをですね、しまして。あれ、あいない。カメラ構えていればほら、うん、撃退できる。まあね、まあね。でももちろん退かせられたら、ね、リロードがあるから、ね、リロード入っちゃうとね。リロード、うん、リロードあるんだよ。あのモザイクというか、ジャギが走る、ジャギが走るまでにこうタイムラグがあるから。死んだ。何よ。君は見てなかったの。見てない全然。ちょうど君がドアを開けてるとき右側のところがこっち見てたよ。嘘だよ。本当だよ。みんな見てたよねあれ。マジ心臓止まるわ。こっち来んじゃないのかって一瞬焦ったわもう。ああちょっとただでさえほらみんな怖えーっつってるもん。マジかよ。なんかいたーっつマジか。来た。豚ちゃん来たな。あー豚ちゃん来てるね。え豚ちゃんがいたの。豚ちゃんじゃないよ、あのほら速いやつがいた。速いやつがいた。おっ軽くミスった。今ね素でビビったね。今素でビビった。豚さんのところ行く、さっき行くの怖いなこれ。スピード気をつけてね。すんげえ勢いで来た。あ？あ？あ、まあ先生ですね、あれはね。見回りをしてる先生です。まあ、マジ？これか。まあ、マジふざけんな、本当に。何それ、ちょっとこう、切れたな、切れたナイフみたいな感じになってんの。ちょ、マジで切れたわ、今。カミソリみたいになってるよ。ちょっと今、若干マジで切れたわ、本当。カミソリだよ、おつじさん。ダメだよ、その時代に戻っちゃう。あれが見えたってことか。ちょうど扉を開けたときに。そう。どこ行ったの？どこ行った？ちょっと1階からとりあえず制圧する。豚ちゃんどこ行ったんだろうね。ね、あっちの方が危ねえわ。まあでも鳴き声が近づくと聞こえるからとりあえず入れるところ入って入れる。入れるね。来てる。あれ？あ、まあ入れないんだね。ああ、マヌケザどんどん取ってやるわ。おっようできとんな。いやまあでも、おっ正真正銘本物のジェンロット。リッチになりたい人、成功したい人、真実の愛を見つけたい人、ジェンロットをお頼みしやれ。何ジェンロットって。本物は髪と爪が伸びます。ああ、なんか魔法、呪いの人形みたいな、願いが叶う人形みたいなやつじゃないの。あれでもあれどうすりゃいいのよ。あんなもう少し近づいてパシャリです。あパシャリですか。パシャリもうちょっと近づいてパシャリですよ。パシャっちゃってください。パシャっちゃいますか。あこういう隠し要素もあるというかね。インドネシアのいろんな多分ね。そうだね、ヒンズー教とかその辺かな、インドネシアだとね。来たか。さようなら。さようなら。お疲れ様でした。早いな、早いな。で、今のうちに行く。いや俺無理だな、これな。これ、あなた無理か。その無敵系は好きじゃないんだ。そうだね。なんか落ちてるぞ。帽子だ。帽子だね。来たかな、そろそろ。いや、通れるわけじゃないな。まあ、E ボタンが出るから。ここに、出口に
いるときは一番危ないな。そうね、鉢合わせになると。うん。あ、来た。うねえ。うねえ、しかももういねえし、普通に。やべ、ひどいな。ひどいな。ちょっと、早く。あかんな。内鍵、いや、内鍵を多分外した。あおう。これで。取れるようになった。うん。さっきの時はおついさんはあれか、豚が寝てたのか。そうだね。気づかなかった、全然。音を気をつけないとな。ここはいけない。どっちから来る？どっちだ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 ？いや、なんか白もやかかってんな。かかってない？ここまで来るとし、ほら、うん、もやってますね。なんかあんのかな。こっち越しだといけるとかっていうわけではないのか。なんかこのチューチューみたいなのは何？ネズミさんがいるんじゃないか。いるの？ネズミ話せるよ俺。いや、ディビニティの話だけどね。いや、むしろ構えてないと進めるんじゃないか。そう、構えてると見えるからさ。ああ。うん、これか。来た。サトゥスローの夜、音楽フェス。2階に上がるしかないか。ダメだね。ここのこれは何なんだ。あ、消えた。さっきのやつか。そうだね。ある程度近くに寄れば。ああ、そのさ周りを探索しなさいってことですね。2階行きますか。てか2階なのか。ボトソン消えたな。あー、そうか、その奥の2階か。そう、見回りしてるからさ。これやだよ俺、見回り、ほんと見回り怖いわ。